皆さん、こんにちは。今回は小林麻美さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。1970年代に17歳でデビュー後は、モデルや歌手として、それまでのアイドルとは一線を画した、アンニュイで、いい女、のイメージで独自の存在感を示した小林麻美さん。所属事務所社長との入籍を明かし、結婚、引退会見を行ったのは1991年春のことでした。以降、きっぱりと芸能界から身を引き、育児に専念していたそうです。それから25年後の復帰も、また衝撃的でした。2016年に雑誌、クーネルの表紙に登場した際は、再び世間とファンを驚かせました。このコロナ禍で子供は学校にも行けないし、家でじっとしてろというのも無理ですよね。そうそう、私もあのお母さんみたいにいつも息子の公園に付き添っていました。この日差しだと帽子をかぶっても日焼けしちゃうんですよね、と述べつつ颯爽と佇むその姿はとても爽やかだったそうです。話しぶりも実にサバサバとして、これまで知ることのなかった屈託のない人柄が伝わってきたといいます。本当に25年間は子育て一筋でしたから、着ているのもいつも家では汚れてもいいスウェットだったり、そんな話でよかったら今日は何でも聞いてください。そう言ってひたすらに孤独だったという少女時代のことから明け透けに話し始めました。1953年11月29日東京都大田区に生まれた小林麻美さん。父親は会社経営、母親も美容室を経営しており、何不自由ない環境で育ちました。お金には困りませんでしたが、それより学校から帰ったら母親がおやつを用意して待ってくれているような普通の家庭、そうテレビのサザエさんのような家庭に憧れていました、と述べています。180センチの異常部で大型バイクも乗りこなす趣味人の父は、娘にとって理想の男性像でもあったのですが、自宅の他に別宅を持ち、愛人がいることも分かっていたそうです。母はよく泣いていたかな。父といさかいがあると母が荷物をまとめ始めたり、幼かった私はママが家出しちゃうと不安でなりませんでした、と幼少期の様子について語りました。中学に上がる頃、家庭での孤独を紛らわすかのように遊び歩く日々が始まりました。週末には映画だったりグループサウンズを見たくて、銀座の日劇ウエスタンカーニバルだったり、中1からハーフのボーイフレンドもいましたし、そのうち横浜の米軍の本木ベースにも行くようになっていました。ライブを見ようと銀座をうろついていると必ず補導されて、やがて大田区の青少年保護センターで面接指導を受けるようにも、と少女時代の行動について述べています。ある時、父親の埼玉にあった別宅に米軍キャンプで知り合ったボーイフレンドを連れて行き、夜通し遊んでいたそうです。そこへ突如父が帰宅して、小林さんは仲間の前で両方にビンタを食ったそうです。父の別宅を出て乗り込んだ京浜東北線の中でふと思うんです。もうやめようと、こんな親のために不良と呼ばれて人生を棒に振るなんて冗談じゃない、そう思いました。あの時もし逆切れして自暴自棄になっていたら、私は取り返しのつかないところに行っていたと思うんです。少女 A はその夜で卒業しました、と語りました。以降芸能デビューし、電撃結婚を経て子育ても一段落したかつての少女 A は、今は母のおおらかさを感じさせる顔で微笑んでいます。小林さんは今後は自分のキャリアを生かせる仕事を自然体でこなしていきたいと抱負を語っていました。今は3歩進んで2歩下がって、またちょっと横になって一歩前へという感じかな。最初の一歩を踏み出すのは勇気がいりました。でも全力を注いだ子育ての時間があったからこそ、すっぱり気持ちを切り替えて、もう一度何かお仕事をしてみようかなと思えたんです、と今後の抱負を語りました。1972年、初恋のメロディーで歌手デビューしました。1970年代後半、資生堂、パルコなどの CM が話題になります。1984年、松任谷由実がプロデュースした
雨音はショパンの調べが大ヒットしました。そして1991年、結婚を機に引退しました。2016年、クーネルマガジンハウスの表紙で25年ぶりに復活し、四半世紀の沈黙を破った新刊「小林麻美第二幕」を上司しました。1980年代、抜群のセンスで憧れのミューズとなり、雨音はショパンの調べで鮮烈な印象を残した小林麻美さん、極秘出産と結婚を同時に発表して、1991年に突如引退してから29年、その間どんな日々を過ごしていたのでしょうか。小林さんは仕事が順調に行きかけていたのに、ある日突然、ここは私がいる場所じゃないとロサンゼルスに行ってしまいました。小林さんは、私結構生意気だったんですよきっと、あといろんな意味でちょっと病んでたのかもしれない笑。でもロサンゼルスは私にとって特別な街で、あそこで自分が再生したという感じです。16歳ぐらいでモデルになって、20歳で一度仕事を辞めてロサンゼルスに行ったんですけど、そのたった4年ぐらいの間が激動の人生で、濃密な10代の4年間だったなと思います、と述べています。その後日本に帰ってきて、パルコの CM に起用されて、また快進撃が始まりました。当時パルコが最先端の広告を作っていて、たまたま22歳ぐらいの時に抜擢されたんですけど、スタッフが最高峰の方たちだったんです。私はまるで子羊のように右も左もわからない中で、魔法使いに魔法をかけられた感じでした、としています。1970年代、1980年代はセンスというものに対価が払われ始めた時代で、だからスタイリストが出てきたといいます。私みたいな人間は、なんでセンスってものにお金を払うのか、センスのある人ってどういうことかわからないわけだけど、このリボン、力なく、結んでっていう言葉に凝縮されていたんですよ。これがセンスっていうことなんだな、と思って、すごく覚えてるんです。と話します。しかし、その後再度、お仕事をピタッと辞めてしまいました。当時は女優さんとしても活躍していたし、ユーミンが詩を書いて小林さんが歌った雨音はショパンの調べも大ヒットしたのですが、そっちの方もやっていこうとは思わなかったのでしょうか。小林さんはユーミンと2人でアルバムを何枚か作ったり、ドラマやったり映画やったりしていたんですけど、でもやめようと思っちゃったんですよね。子供を産んで、子供と生きる人生にしようと思って、と語ります。今の20代の人は、子供産まなくたっていい、子供がいない人生もあるとか言うけど、私たちって子供を産まないと女としての人生が始まらないというか、と聞き手の林真理子さんは投げかけました。小林さんは、そういう先入観というか、それはありましたね。それで仕事を辞めて、37歳で子供を産んで、と言い、その間ユーミンとは電話などの連絡は一切取らなかったそうです。そして20何年ぶりでユーミンの武道館のコンサートに行ったそうです。小林さんは、そう、武道館のライブの最終日に行って、終わって打ち上げの部屋に行ったら、テレビの取材がいっぱい入っていて、それも終わってすごい久しぶりに会って、抱き合って泣いちゃいました、と述べました。近々会おうね、と言って、それから5、6日後にキャンティで2人でご飯食べたそうです。28年ぐらいの空白が全然飛んじゃって、まるで昨日一緒にご飯食べてたみたいな感じで、いつもの席でいつものものを食べて、と様子を語ります。1980年代、雨音はショパンの調べという楽曲で一躍注目を集めた歌手小林麻美さん、現在は田辺エージェンシーの社長田辺正一さんとご結婚され、引退していましたが、2016年にクネルの表紙を飾り芸能界復帰しています。それにしても小林麻美さん、とある雑誌によると、あの朝の情報番組のメイン司会者に似ているという話があります。それはかつて放送されていた朝ちゃんでおなじみの夏目三久さんです。田辺社長の肝入りで、夏目三久さんが数々のドラマや番組に出演しているのではないかと言われていたことがありました。そしてなぜ夏目三久さんが田辺社長の寵愛を受けているのかというと、これは田辺社長の妻
小林麻美さんと夏目未来さんがどことなく似ているからではないかというのです。画像を見比べてみると、どことなくの雰囲気や背格好なんかが似ているのかもしれませんが、少なくとも TV で見る夏目未来さんの顔や雰囲気だけだとあまり似ているとは言えません。ところで小林麻美さんの夫といえば、田辺エージェンシーの社長であり、芸能界のドンとも呼ばれる田辺正一さんです。二人が結婚、引退会見を開いたのは1991年の春でした。当時小林さんは37歳、田辺さんは52歳という年の差婚でした。男性には不正を求める傾向があるとご本人も認めています。このような恋愛観を作り上げたのは、前述の通り父親に思い切り甘えることができなかった子供時代の体験からなのだそうです。今や大手芸能事務所の社長、すなわち芸能界の大物中の大物というイメージが定着している田辺正一さんですが、年配の世代には元ザ・スパイダースのリーダー兼ドラマーとしてもおなじみでしょう。1966年にホリプロダクションから独立して、ザ・スパイダースのセルフマネジメントを行うために立ち上げたのがスパイダクションであり、この事務所が田辺エージェンシーの前身です。田辺さんがマネージメントに専念するため第一線を退いたのは、ザ・スパイダースが解散した1970年。放送作家として人気バラエティ番組タモリクラブ、華麗に AHSO などの企画制作を手掛けたこともありました。小林さんは20歳の時に田辺さんと出会います。コートはハイブランド、髪にはリボンという彼女のちぐはぐなファッションを田辺さんは初対面で率直に指摘したといいます。その瞬間、この人についていこうと思ったという小林さん、初めて会った日にそう思えたのですから、やはり運命的な出会いと言っていいでしょう。結婚後の25年間は育児と主婦業に専念していた小林麻美さん、ここに来て離婚の噂がささやかれているのは、やはり突然の仕事復帰が大きな理由のようです。また結婚当初から田辺さんは多忙のため家を不在にしがちで、夫妻はすれ違いが続いていたという噂もあります。その他、子供が社会人になり自立したことも離婚危機説が出た理由の一つでしょう。ですが、インタビューでの小林さんの発言を見る限り、離婚の危機はなさそうです。というのも、家族はそれぞれ自立した生活を楽しんでおり、そうした家族の在り方が子供の頃からの理想だったそうです。みんなが自由でも家族ですよという関係が田辺ファミリーなのでしょう。小林麻美さんが未婚のまま極秘出産した男児は太蔵さんといい、夫妻の一人息子です。芸能界を引退した一番の理由は、子供が学校から帰った時にお帰りなさいと迎えられる母親でいたかったからだそう。子供に寂しい思いさせたくないというのは、両親が共働きだった小林さんらしい言葉と言えます。その後、太蔵さんは慶応義塾大学を卒業し、大手広告代理店の電通に就職しました。初任給で両親を食事に招待してくれたそうです。いかがだったでしょうか。今回は小林麻美さんの近況を見てきました。芸能活動再開という新たなステージに踏み出すことができたのは、親としての一つの役目を終えたことも大きく関係しているでしょう。田辺正一さんがすでにご高齢のため、将来的には太蔵さんが田辺エージェンシーを継ぐ日が来るかもしれません。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。